はい、どうも翔平テレビです。はい、そして今回はゲストで少年たちが来てくれました。はい、お名前お願いします。本橋陸です。陸くん、はい、はい、原虎之介です。原虎之介くんということで、はい、今回は一緒にね、狭山スポーツセンターの守備練習をしたいと思います。たまたまね、ご一緒して、はい、ちょっとご両親の OK も出たんで、はい、守備したいと思います。ちなみに今日どこから来られたんですか？走れおいチャンネルを見て練馬から来ました。練馬から来た、やばい。見てますか、おいチャンネル。あとで LINE 来るな、俺に。ちなみに翔平TV って知ってます？おい、あんま知らないってことで、じゃあ今日はちょっとこのコラボで知ってもらって、そう、守備対決、対決、はい、エラーした数で、勝敗決めましょう。勝ったらなんかもらえるんですか？勝ったら俺がジュースをもらいましょう。おいしいジュースをね、あったかいジュースね、いきましょう。はい、もし俺に負けたら、まあ、お友達たちに翔平TVを知らせる、教える。あ、いいですか？大丈夫ですか？宣伝活動、翔平TV 宣伝活動。宣伝しましょう。はい、はい、それではやっていきましょう。ロッカー、よし、翔平さんがボコボコにされるところを見ますよ、これで。よし、記念すべき1球目。行きましょう、行きましょう。1ポロ。イージーだな、イージー。いいですか？じゃあ、いいね。あ、いや、おお、まあまあまあ、あ、まあまあまあ、おお、勘弁しなさいよ。ラッキー早いよ。はい、1ポロ、1ポロだ。翔平TV、1ポロ。いい感じ、いい感じ。よし、1、3。了解です。あ、1。おお、ダック入れ。いいよ。お疲れ様。ちょっとじゃあとりあえず終わりましたけど。とりあえず終わりました。はい。4対1。4対1で翔平TV の勝ちということで。はい。あざす。そうです。やっぱおいチャンネルに、ね、直でこう襲われてきた甲斐がありましたね。どうしようか。もうこれで帰りますか。帰っちゃうんですか。もう一回やる。もう一回やる。もう一回やる。じゃあもう一回やるか、じゃあ。もう一回です。もう一回です。オッケー。もう一回ですか。スピードは今のままで。それともおいチャンネルがおいチャンネルガチでやばいって60でやってました。ちょっと下がって。おいチャンネル実感する。やってみる。それでやっていこう。多分それで俺と取れねえから。あ、そうっすね。多分9対いくつぐらいだ。やってみるか。やってみますか。じゃあおいチャンネルとやってるスピードでやってみよう。エラーゼロス。エラーゼロス。エラーゼロス。よし。翔平TV 任せてやってください。はい、みんなで温かいお茶でも飲みましょう。じゃあ行きましょう。じゃあ行きましょう。行こう。行こう。よし、行こう。おい、俺が危ないっすよ、俺。あ、セーフ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 、今セーフっすよ。1-0、1-0。あ、セーフだ。いや、いや、セーフ。いや、取ってから早かった。いや、落としてから早かった。ちょっと待ってよ。いや、間に合います。早い打球なんで。
1-1 です。1-1です。これはおー、ナイスキャッチ。おー、すごい、いい送球もいい。ほらファインプレーだ。マイナス1? なんか翔平さんの時にイージーなんだよな。ちょっと悔しいな。あ、ナイス。いや、ナイスキャッチ。ナイスボディ。本気を感じた。ナイスボディ。すごい。いい。いや、間に合う。間に合った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 。イエイイエイ。あっ、いいですね。あっ、今の今のエグいな。翔平さんの時だけイージーなんだよな。あ、終わった。はい、というわけで2回目もやりましたけど、結果は2-3。2-3で、翔平TVの勝ちと、2回目の勝ちと、だいぶ大人げないけどね、俺ね。なんか翔平さんの時だけ、イージーな打球しか来てないの、ちょっとこれ、疑惑な判定が。ちょっと聞いてみていい？そう思う？おいおいおい、あ、グルだな、グルだな、グルだな。いやいやいや、グルだな、だいぶ。いや、そう思いました、これも。せっかく今日、YouTube 出てもらったんで、無償で、ジュースを、あったかいジュースを。ありがとうございます。おごりますんで。ありがとうございます。今日は出演してもらったリキ君とコロノスケ君、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それでは、おろしょー。まあ、翔平 TV を見てる方、1名様にプレゼントしたいと思います。大丈夫ですか？どっからだな。はい、応募条件はこちらの前原スポーツさんの Twitter とインスタフォロー、そしてもう翔平 TV のチャンネル登録はもう終わってると思うんで、翔平 TV のインスタをフォロー、前原スポーツさんのツイッターとインスタと翔平 TV のインスタをフォロー、こちらを応募条件として、当選発表はバレンタインデーの2月14日にしたいと思います。なので応募最終締め切りは2月の13日までにしたいと思います。それではお願いします。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではお願いします。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。あんま変わんない電気つくない。新宿。翔平 TV。ほら。はい、ゴール。ダメですね、守備が。守備が。下手くそだから。守備ボロボロ。ボロ感されてる。いや。
やば、球えぐい球えぐい球がさ、来てるよこれ、あのレベルサーズのいい球翔平さん、しっかり。まあ、こんなもんでしょう。よっしゃ。取れねえねえ。うまく取れねえんだよ、ここ。翔平さん、もうちょっと前行きます。さすが守備陣。まあ1回目はこんなもんですね。まあこんなもんですよ。まあ、軽く行きましょうよ。ゆっくりと。ゆっくりと。じわじわと行きましょう。まあそんなもんだよね。はい。まあまあまあ。まあこんな、まあ、こんなもんですよね。はい。まあまあ最初は。はい。朝寒いですね。雪降ってますしね。そう雪降ってから。はい。まあ徐々に徐々に3、4回目ぐらいでもうガチで行きましょう。